こんにちは、小場所です。今日ですね、コロナワクチンの話をちょっとしようかなと思います。別になんか変な危険思想を話すとかじゃなくてですね、最近結構その副反応がすごいとか、結構メディアとかニュースでもやってて、多分不安な方がすごい多いと思うんですね。で、僕はですね、昨日なので、8月の5日に、1回目の、ワクチン接種を受けてきました。なので、あくまで、僕の体験なんですけど、こうだよってことをお話しできればなと思います。まあ、あとは、僕の身内というか、まあ、家族というか妻も、1回目の接種を受けたので、まあ、その辺の話も、していければなというふうに思います。で、まあ、その人によってね、その、まあ、副反応の出方とか違うと思うんで、本当になんか医学的なことは僕は言えないので、そこはきちんと、専門的な機関とか、お医者さんとかに、まあ、聞いていただきたいんですけども、僕はですね、昨日、まあ、予約をした、その集団接種会場というんですかね、そこに行きまして、で、まあ、時間より少し早く行ったんですが、なんかこう、待って、並んで、椅子がでもね、与えられました。なので、そんなにこう、立ってずっと待たされて、なんか疲れちゃうとかってことはなかったんですけど、椅子に座って待って、で、こう、順番待ちがあるんで、こっちの席の人が、次の順番でこっちに移ってみたいな感じでこう流れてって、で、並んだ順番通りに対応していただいたという感じですね。で、あらかじめ問診票というんですかね、なんかこう体調とか病気ないですかみたいなことをこう書いているものを出して、で、そういったものをこういくつかチェックされて、まあ、当然ですけど流れ作業の中で、まあ、受けました。で、まあ、いくつかちょっと僕は心配事というわけじゃないんですけど、お医者さんに聞きたいことがあったんで、なんか質問がありますかみたいなところに、ちょっとはいにチェックをしたんですけど、まあそちらに関してもきちんと質問をさせていただいて、全く問題ないかったんですけども、きちんと対応していただけて、まあ自分の不安というか、不安でもないんですけど、聞きたかったことが、まあ、解消されて、まあきちんとこう気持ちが整理できたタイミングで、接種するということになりまして、接種自体は、まあ僕は右手、こっちの手が、利き手なので、こっちの、左手の方にですね、打っていただいたんですけど、まあ、普通にもう行きますよみたいな感じでこう消毒されて、まあ、普通にプスッと打たれた感じです。で、まあ、もちろんチクッとするんですが、よくある健康診断で、一番僕注射を受けることがあるのは健康診断の、採血だと思うんですけど、それと比べると、まあ、採血はこう手の内側というか、この辺にやっとると思うんですけど、こっちの後ろの方から、接種だったんで、予防接種は。まあ、だからかもしれないんですけど、痛みはそういった採血よりも少なかったですね。まあ、もちろん注射苦手な方っていうのもいると思うんですけど。で、その後、一応最後の確認をしてもらって、で、15分間、その会場で、まあ、待機を、するという形で、なんかこう、時間をチェックされて、で、自分の時間になったら声をかけられて、もう行っていいですよ、みたいな感じで、まあ、出てくる、みたいな感じで流れていきました。で、まあ、自分の、反応なんですけど、まずですね、昨日の段階、接種した当日は、やっぱりまあ、チクッと刺されたんで、まあその、まあ刺されたなという感じがあります。まあこれってまあ採血とかでも同じだと思うんですけど。で、プラス、その周りですね、がちょっとこう重い感じっていうのがありました。で、まあこれ正直もう副反応のことレベルなのかわかんないんですけど、ちょっと肘が痛くなったり、ただまあちょっとこうスマホをやりすぎてるからそうなってる気もするんで、まあよくわかんないなぐらいな。だから全然日常生活に昨日の段階では、支障はなかったです。ただこれも、副反応なのかわからない。多分ただ疲れてるだけだと思うんですけど、昨日少し眠かったです。ずっと、予防接種してから。ただ、なんかもう、全然疲れて寝ちゃって、もう仕事もできないとかじゃなく、ちょっと眠いかなみたいな。まあ、なんか睡眠不足の次の日みたいな感じでしたね。ただ別に眠くてなんか仕事ができないとか、そういうこともなく、まあ僕はそのままおとなしく家に帰ったんですけど、家に帰って、まあウェブミーティングをしたり、ちょっとこうパソコンで作業するみたいなことは全く問題なくできました。で、1日、だって今日なんですけど、僕と違ってですね、妻は次の日に熱が出たそうです。なので、少し解熱剤を飲んだらしいんですけど、まあ飲んだら結構楽になったということでした。で、2日目以降は、まあ、特に何も起きてないですね。で、僕なんですけど、僕は今日起きて、やっぱり、ここに、まあ打たれた、なんていうんですかね、痛みというか、まあなんか重さみたいなのはあって、
で、多分こう押したりとか体重かけたりすると多分痛いんだろうなっていう感じです。ただ揉まないでくださいって言われたんで、揉まないで何もなるべく触らないようにしてるんですけど、まあ、ただ日常生活には全く僕は支障がないです。で、熱もですね全くない状態で、だから何て言うんですかね、例えばまあ利き手じゃないですけど、なんかキャッチボールをするとかね、こう手をめっちゃ動かすとか、なんか鉄棒するとか、そういうのは多分なんかちょっと重いし、ちょっと手を上げると少し痛みがあるので、まあ、やめといた方がいいんでしょうけど、まあ、普通に、なんですか、デスクワークするとか、ご飯食べるとか、お風呂に入る、シャワーを浴びる、そういったこう日常の動作ですよね。それには全く問題ないです。寝るときに、こっちを下にして、こう横になるときに、こっちを下にすると多分体重かかって痛いと思うから、まあ、それだけはやらないようにしているという感じですかね。はい。で、まあ、まだ1回目の接種で、僕はそうだ、言い忘れてたんですけど、ファイザーのワクチンを打ちました。なので、また2回目でね、反応が、副反応はより重いっていう方もいらっしゃるし、ニュースでもそういうことやってたんですけど、まあ、とにかく、まあ、自分は1回目を受けたんで、まあ、今回ね、ちょっとスマホでパッと撮ってなんですけど、皆さんに今お伝えしていこうかなと思いました。まあ、結構ね、なんか僕の中では、もうこの状況なわけですよ。だから、まあ、ワクチン接種しないわけにはいかないというのが、まあ、自分の考えなんですね。で、まあ、いろいろこう思想はあっていいと思うんですけど、少なくとも僕は、ずっと家にいるってわけにいかない、まあ、仕事とかいろんな意味で、その家からは出ないといけないし、ね、買い物とかだってしないといけないですしね、食べ物も食べなきゃいけないので、やっぱり自分の中ではワクチンを打たずにこのまま生きていくっていうのはちょっとこれは難しいんじゃないかなと思っているので、まあ、素直にというか、特にまあ疑問も抱かずワクチンを打ちましたけれども、まあ、いろんな思想の人がね、いるんですが、ただちょっとその、まあ、不安とかを、まあ、あんまりこう、煽りすぎるのも良くないのかなというふうに思ったので、まあ、自分は結局、その妻と比べても副反応がなかったんで、副反応がない人、あんまりないというか、その一応まあね、重さはあるけど、その重い副反応がない人って、逆にあんまり声上げないじゃないですか。だから、あえてちょっとね、僕は今回、動画で話をしておくことで、まあ、別に皆さんに安心してくれというわけではなくてですね、一個の意見として、まあ、たくさんこうネット上に意見があると思うので、一個の意見として、まあ、参考にしてもらえればなというふうに思います。あと逆にですね、視聴者の方でもう2回打ったよって方もいると思いますし、まだ1回目打ってない、ね、まだ打ってなくてちょっと怖いって方もいるし、まあ、僕と同じ1回だけ打ったよって方もいると思うので、まあ、もしね、良ければまあ体験談とか、そういったものを書いてもらえたら嬉しいなというふうに思います。まあ、このチャンネル別にね、医療系のチャンネルでも何でもないんですけど、結構見てる方が、視聴者層が保護者の方だったりとか、あとはまあ大学生以上の結構成人の方が多いので、そういうね、やっぱコロナとかこう社会情勢気になる方も多いと思いますから、まあ、今回ね、動画にさせていただいたというところでございます。まあ、いろいろね、これからまだね、緊急事態宣言でもありますし、なかなか、まだまだ、我々も、協力してというか、なんつかね、まあ、何でもかんでも自由になるわけじゃないですよね。本当に僕も、友達と飲み会しなくなって どんだけ経ったんだろうなんて思ったりもしますけど、まあ、ただやっぱりこういうね、困難を乗り越えていかないといけないと思いますので、まあ、そこはね、まあ、僕も、まあ、自分ができることってね、まあ、正直ね、感染防止することしかないんですけど、まあ、ただ、一人の人間として、まあ、やれることをやっていきたいなというふうに思っております。はい。というわけで、ちょっと今日はね、ちょっと雑談動画でしたが、いかがだったでしょうか。またね、なんか機会があれば、こういった感じでパッと動画撮りたいと思います。それでは、今日の動画は以上です。失礼します。